久保さん、今回、尋ねるの、尋ねるにしましょうか。尋ねる。久保さんの、久保さんがね、一軒家買って、ね、あの、訪れて、と、い、二回ぐらい泊まらせていただきましたけど、いや、あの、コメント書いてた人が、こんな一軒家買ったのか、つってね、なんかすごく、なんか、何かを感じたのを覚えてますね。 あの庭いいっすよね。久保さん家の庭すごくいいと思うんですけど。もう陰居みたいなね。庭。あの庭はいいですね。僕もね、あの、あの、ようやく整い、車整ってめっちゃかっこよくなったんですよ。で、こう眺めてると、ええなーみたいなね。全然違うなみたいな。もう全然違います、本当に。なんか、かす、あの、雑誌に載れそうな感じのい、 か雑誌に乗れそうな感じで、ですよ、多分。かっこいいっすよ。<laughs> あなんか、車を眺めるために、まあ、34もね、三4はでも古いっていうか、古いんで、うん、まあ、あれもあれでね、かっこよ、ずっとかっこいいなと思ってたんですけど、まあ、20年前ですからね、言うても。まあ、20年前のかっこよさというか、まあ、今は、なんか、令和のかっこよさですね。<laughs> ま、R はサイン、R は昭和のかっこよさで、まあ、今の僕の Z4 は令和のかっこよさがあるかなと思います。もうお気に入りですね。ホイールこれに、だからホイールと、ホイールこれにしてよかったなーっていうね。まあ、あと、あの、ちょっとグリルとかもちょっとか、ちょっとか、ま、一応パーツね、エアロも全部つけて、マフラーも全部つけてるんで、だから久保さんのこの前に行った時と全然ちょっと、 風格が変わったと思います。エアロもマフラーも、車高も落として、ホイールも、バーンみたいな感じでつけてるので、ちょっとグリルも変えてますし、ちょっと全然違った感じ、スポーティーな感じで、うん、仕上がったかな、という感じですね。うん。まあでも、訪れる場所があって、ありがたいですよね。 そう昔久保さん、そう久保さん、広島、一番最初だったら、かなり昔に久保さんが家賃3万5000円で、吉田さん、ここに住んでたんですよ、みたいな。ここあの、なんかベッドがこう,こうなって、なんか 3, 3畳でしたっけ、4畳かなんかもう、なんか、いや、そこで、あの、ああの YouTube 見てたんです、みたいなで。そうそうそう。で、あのね、あの、 たまにあの写真出ますけど TTB ですよね <laughs> TTB そうね久保さんが東京に訪れてくれてあのね TTB はね TTB は結構ね人気の企画だったんですようんそう懐かしいっすね <laughs> TTB <TV> <laughs> あじゃあ10時にねあの行かせていただきますんで 10, 10時頃はいよろしくお願いします最近僕朝早いんで全然朝余裕になりましたんで <laughs> そうなんかね本当にね朝まあ4時5時に冷めるんですよねうんまあ寝るのも早いんですけどねだからまあ早く起きるんでもうおのずと眠くなるっていう夜ねだからいいサイクルっすねうん いやーね、久保さんもね、本当あの、なんだ ?3 畳か2畳か4畳しかない <laughs>。家賃3万5千でしたっけまあ、変わるもんですよね。うーん。いや、僕もね、大学生の時、まあ、ずっと家が貧乏だったんで、あの、家賃2万、二万円のボットン便所の共同風呂で、 ねえ過ごしたんですよ4年間ねで本当はあのー、みんなねそのカーサっていうアパートがあってその大学に近いとこがあるんですよすお,風すお風呂に入りますねすますで最初僕もそのカーサっていうアパートにまあ,あの住む予定だったんですよ だけど、家賃が、いや、そこ家賃が7万か6万、6万か7万、6万ぐらいかなするんですよ。で、まあ、先輩が僕、お金ないの知ってて、タクロはちょっと、超安い物件見つけたぞ、みたいな。2万だと。え、2万っすかみたいな。そこでいいっすみたいな。<laughs> で、みんなはね、その、なんだ、そのか、あの、そういうところに住んでたんですけど、僕だけ2万ですね。ボットンベンジョ。<laughs> ボットンベンジョの。 2万。<laughs> いやーね。だ結構ねその、同期、同期の子はみんなほとんどそこに住んでたんで、あのシャワーもちろんついてますし、<laughs> <laughs> その,あのちょっと入らせてもらったりとかしたりとかしてましたけど。うん、なんかね、当時はやっぱ、あの、ね、会社見るとね、 うーん、金なかったですからなんか羨ましいなっていう。特にあのベンツ乗ってる人とか見るとクソみたいなね、思ってましたけど。うーん、今逆側、逆になったんですよね。<laughs> 多分僕の車を見てなんだこいつって思うや人が多分いるんでしょうね。でも僕も昔そう思ってましたから。うーん、人生何があるかわかんないですね。 うん、いや、思いますもん。だから、だからね、僕は、その、良かったなと思うのが、なんかその価値ですよね。もともと生まれた家がお金持ちで、なんか外車に乗っててね、まあ、全部外車で、あのー、なんだ、車いっぱいあって、全部外車で、フェラーリもあって、みたいなとこだったら、多分、なんすかね、その価値をね、深く、 刻んでいくっていう価値を刻むっていいと思うんですけど価値を刻むっていうのはあんまできなかったんじゃないかなと思うんですよ、まあ、逆に言うとまあ僕の家はずっと軽自動車でしたしまあそうお金もなかったんでまあそういう生活してましたし、うん、だからこそ今大人になってまあ自分のこう車を眺めた時にまあ人生いろ,いろあるなみたいな なんかその噛み締める価値ですよね。うん、あ、俺これこういう車が乗れるようになったんだっていう、うん、それがすごくなんか意味深いというか、自分にとってはですよ。だくぼさんも多分なんだろうな。 あの一軒家ね、まあ、家に帰ってくるとこうたまいに庭があってそういえは昔3万そうやっちゃあんなとこ住んでたなみたいな,なんかたまに思うんじゃないかなとは思うんですよねうんそうまあ価値を刻める人生っていいと思いますよだから逆に言うと今がこうあんまよくない人っていうのはその価値の振れ幅っすよね 刻める触れ幅っていうのがめちゃめちゃ大きいので、だから最初が、最初から生まれた瞬間からポルシェとかフェラーリがいっぱいあるような家に生まれたら、多分その価値を刻むことはね、なかなかできないと思いますよ。うん。価値に浸るというか、価値を刻むというか。うん。まあ、物語ですからね。うん。なんか親にポンって買ってもらいましたみたいな。 <laughs> まあ、そこに物語性ってあんまないじゃないですかねそう、まあ、確かにね住んでる家は一緒だったとしてもそこに物語があるのかドラマがあるのか映画があるのかっていうのは結構人生において僕はうーん大事というかそれがそれがそれ,それが人生そのものなんじゃないかなっていうどんなドラマを作っていくのかどんな映画を作っていくのかっていうのがまあ人生そのものなんでうーん そうまあよかったですね。まあこれからも頑張りますけど、まあ何を頑張るのか分かんないですけど、まあ生きることを頑張りますけどね。まあこ,この生活を維持できるように、まあやっていくだけなんですけど。うん。はい。じゃあ10時、えー、火曜日の10時ですか。よろしくお願いします。はい、では。